私もこの言葉言われたらピョンとします。シモアの講座5イケメンだね。おはようございます。皆さん、またピーチーズトラベルアンタースカラペルです。よろしくお願いします。今日はシモアので本味言葉を3個お紹介します。今回はすごいね、かわいいね、イケメンだね。はい、この言葉を練習したいと思います。これをマスターすれば、つぶしまの人たちにこの日本人が面白いなと思われましょう。はい、早速始めましょう。はい、一番はすごいね、しぼはので、わお、グラベ、すごいシボハーノでグラビと言います。気持ちいいはサプライズだったらワオと一緒に言います。ワオ、グラベ、ワオ、グラベ、ワオ、グラベ。初めてシボシマに来れた方はいろんなものを見て体験して驚くこともあるんでしょう。ワオ、グラベと人種の人にあなたの気持ちを伝えてみてくださいね。2番、かわいいね、シボハラでグアパッシャ、グアパッシャ、かわいいのシボハヌでグアパです。シャはあなた、もう一回、グアパシャ、グアパシャ、グアパシャ。お店でまたは現地のお世話になっているスタッフがとってもかわいらしいスタッフだったとき、これが使えます。わぱしゃ、褒めてあげてください。私もこの言葉言われたらぴょんとします。失礼します。3番、イケメンだね、シボハヌでごわぷしゃ、ごわぷしゃ。イケメンのシボハヌはごわぽです。シャと一緒にごわぷしゃ、ごわぷしゃ、ごわぷしゃ。街で熱い男に出会いました。すぐにごわぷしゃと言ってみましょう。うまくいけば彼らは返信します。あなたもごわぷしゃ。2番のかわいいのシボハヌと返事がプロかもしれません。ぜひ思い切ってやってみてください。今日のレッスンも最後まで見てくれてありがとうございました。ペルさん、優しいシボシマに行ってみたいなと思った方はチャンネル登録といいねお願いします。ではまた次回のレッスンでお会いしましょう。さらば。